ロッテマリンズのアンゴラ村長にね、ただただすごい縄跳びを見せてもらおうかな。で、これはですね、面白さは一個もありません。皆さんすごい技やるんで、そしたらで僕がまあできたらおーってやるんで、皆さんも一緒におーってやってみてください。やってくださいね。お、じゃあまず見せてくれるのは、めちゃくちゃ速い二重跳びですね、これね。めちゃくちゃ速い二重跳びをね、めちゃくちゃ速い二重跳びやるんで、ちょっと待ってくださいね。おーって思ったら皆さん拍手をしてくださいね。はい、まずね、普通の二重跳びを、普通の二重跳びね、子供たちなら分かると思うけど、ただの二重跳びですら結構大変だと思うんですよ。それをじゃあまず見せてもらいましょう。はい、普通の二重跳びはこの感じですね。ほら、余裕でやってるんですね。だんだん速くなります、これ。めちゃくちゃ速い。あ、ちょっと見てみない、見てみない、もう一回、もう一回いいですか。すいません、すいません、すいません、ちょっとね、この揺れがすごいからね。僕押さえてますんで、これ頑張ってください。押さえてください。いや、俺の近くでやらないで、ちょっと怖い。拍手。ありがとうございます。続きまして、くるくる回すやつやらせてもらいます。これ意外とパッと見地味なんですけども、本当に 1,2 ヶ月練習しないとできない技ですね。はい、きますよ。できたら皆さん拍手お願いしてもらっていいでしょうか。すごい、すごいって言ってくれてる、ほら。はい、はい、拍手。これマジですごいです。やってみてね、すごさわかるから。僕は未だにできません、これすごい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ謎の後ろ交差跳びやったらいいですか。あ、後ろでクロス、はい、クロスする前跳びですね。はい、普通の交差跳びは、普通の交差跳びはね、こういうのとか、こうですね。はい、後ろのやつは、はい、こうですね。これ、あ、よかった。もう一回ね、勝利をやって。あ、すいません、すいません、すいません、ラス1、ラス1、ラス1、頼む、お願い、お願い。